はジャザゼンド。さよなら、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 さよなら。暴れよ。ノリノリじゃねえか。ノブポン TV からのお願いだ。本動画をご視聴する際はチャンネル登録と通知ボタンのチェックを忘れなく。それから公式ツイッターのフォローも忘れるんじゃねえぞ。ほっといけねえ。ニプアリならフォロー返しも 100% だ。そんじゃまゆっくりと明るい部屋でご視聴してちょうだい。どうも皆さんこんばんは。本日はシャドーガンウォーゲームズを遊んでいこうと思います。シーズン1が終わりですね、シーズン2に入りましたね。そして今回はね、新キャラクター、こちら大輔ですね。はい、こちらのご紹介と、あともう1点、チャンピオンシップ等々、追加されましたね。でこれどうやらね、ソロとあとチーム実装予定であるんで、もしかしたらねフレンド機能また追加されるかもしれませんね。はい、でこちらチャンピオンシップですね。ざっと説明していきましょう。シャドーガンウォーゲームズにはブロンズからダイヤまで5つの階級があり、それぞれの階級は最低から最高まで3段階あると。まあそれぞれ、3つの階級に分かれているっていうことですね。まあブロンズが、3つクリアすればシルバー、シルバー3つクリアしてダイヤみたいな感じになるのかな。はい、そしてランクドマッチをプレイすることで階級ポイントが増減する。ティア内で階級ポイントが最大まで貯まると次のレベルへ昇格すると。ああ、しかもあれですね、昇格する試合への挑戦権が得られると。あー、なるほどなるほど、そういうことなんですね。はい、そして初期階級を決めるため、まずは認定試合を3回やることになると。まあこの後ねちょっとプレイしてみようと思います。そして暫定階級が表示されるが、認定ステージ中は、暫定階級が下がったり階級ポイントを失ったりすることはないと。まあここの点に関しては、安心ですね。チャンピオンシップは複数のスプリットに分けられる。それぞれのスプリットは小さなトーナメントみたいなものであり、頑張り次第ではクールな報酬がもらえると。なるほど。そして一番最後ですね、アクティブなランクドマッチから退出すると階級ポイントを失い、一時的にランクドマッチがプレイできなくなると。あー、これすごく重要ですね。で私も今ね、バイオハザードレジスタンスっていうね、まあ、鬼ごっこゲーム遊んでるんだけど、やっぱり自分たちがね勝てないと思うと途中でねやめてしまうプレイヤーさんもいるんだよな。まあ、そうすると当然、皆さんにご迷惑をかけるっちゅうことから、ペナルティーをいただくんですよね。ペナルティーをもらうんですよね。まあ、それと同じような感じになるんじゃないかな。よし、 OK だ。まずは新キャラクターですね、大輔が実装されたので、この子をねちょっと遊んでみようと思います。でその他にも、ここら辺ですね、画面の一番右側だ、おっちゃん、ひげちょびのおっちゃんが映ってますけどね、こんな感じでね今後も実装されてきますんでね。はい、こちら大輔ですね。これね一回私遊んでみたんですけれども、正直ね私は使いづらかったかな。でこれ見ての通り、このヘルスが HP なんだけど、全キャラクター一番低いんですよ。で、スピードはかなり速いんですけどね。で、これ見てもらっての分かる通り、射程もね、すごい短いんです。なので、接近戦専門だと思った方がいいですね。で、かなりね、上級者向けの、これはキャラクターなのかなと思いますね。相当ね、いろんなキャラクターで遊んだ方じゃないと、この子はね、使いこなすの非常に難しいんじゃないかなと思いますね。はい、では早速この大輔ちょっと使ってみましょうかね。ランクマッチが追加されてますけれども、まずは基本のチームデスマッチ遊んでいきましょう。ファイト。よし、始まったな。で大輔こういう感じでね2丁持ちなんですよ。でかなりね移動速度もあるんですけれども、ヘルスがねとにかく少ないんでね、ダメージ力はこんな感じで近くだったら強いんだけど、敵さんの攻撃食らうとねもうかなりの割合で死んじゃいます。だからこの回復取りながらね確実に行きましょう。
そしてできるだけくっついて、近中距離っていうのはここら辺でバッと切るという感じですね。はい、いやー非常にねこの子使い勝手が悪いですね。まあ慣れてないっていうところもあるんだけどね。よーし、もう常にこれ回復取りながらですね。でこの子もねジェットですか、この子もランナーなんですけどね、この子は全く違いますね。さて、あまずいな、横にいるか、大丈夫か。よーし、でもう片方の銃がこちらですね。こちら2丁持ちじゃございません。こんな感じ強いでしょ。だからね使いこなせればかなり強いとは思うんだよな。あー後ろにいるな、大丈夫、大丈夫じゃないね。よーし武器を切り替える、ハンドガンの方がいいな。どこに行く、丸見えだぜ、そこか。ちょっと待て、入ってやられてしまったな。キル数に関して12対8、まあまあだな。よーしよーし、どこに行こうというのかね。よーし、オッケー、次はおめえだ。あータンクだな。だからこういうね HP の高い敵さんに関してはかなり厄介なんじゃないかな。よーし、スキルは出させんぞ。来た、よーし、オッケー。さて回復しまーす。だからね接近戦に持っていけばかなり強いんですよ。あー来るな、落ちるなに。さよなら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 、まずいな。17対13、よーし、オッケー。まあでも一応私、今回は活躍してるんでね。よーし、オッケー。この野郎仕留める、あばよ。よーし、あと一人だぜ。最後はブサイ、どうだ。あーまずい、さよならやられてしまったな。あと一人だぞ、頑張れ。もうこれ勝てるんじゃないかな。さてさて、よーし、オッケー、我々の勝利。これやろうこれやろうこれやろう、よーし、オッケーオッケー。とまあこういう感じですね。オッケー、23、あれキル数30だったっけ。いかんいかんいかん、間違えてしまった。キル数20じゃなかったな、30だったな。久しぶりにプレイするからね。いかんいかんいかん、あまずい、お前やろ、落ちろ。甘いんだよ。ちょっと待って、一回、回復、回復しまーす。よーし、オッケー。痛ぇー、しまったな。キル数30だったね。いかんいかんいかん。ボンミスだな。ボンミスもボンミスだ。よーし、どこだ、どこにいる。よーし、そろそろ私も慣れてきたぜ。アシスト完了。これやろ、これやろ、これやろ。私とやろうというのがブーサン。どうだ、どこに行った、何食らってないだと。よし30行ったな、勝利。よし、オッケー、ノブコンキーズ MVP ですね、素晴らしい。とまあこういう感じですね。なのでこのダイスケに関してはかなり慣れがいるんじゃないかなと思いますね。よし、オッケー。でこんな感じで普通にクリアしていけばですね、どんどんランクアップしてきますんでね。でアイテムもたくさんもらえますのでね。はい、で課金できる方はねぜひこちらのプレミアム購入するとよろしいかなと思いますね。そうするとねアイテムむちゃくちゃもらえるんでね。はい、こんな感じですね。どんどんアイテム回収していきましょう。はい、ティア2になりましたね。 OK じゃあ、でこれ買うとこういう感じでね、いろんなスキンとかがもらえるんですよ。はい、なので皆さんね、もし課金できる方いれば課金してください。こんな感じでねむちゃくちゃアイテムもらえるんでね、すごいでしょ。で一応ね無課金でも、アイテムもらえるからね。まあ当然課金した方が毎回毎回ねこんな感じでもらえるんだけど。はい、さてと、じゃあ早速、ちょっとこちらやってみましょうかね。これね、どういう感じなのかな？はい。では早速、ランクマッチ、ちょっとやってみましょうか。これだね。OK。まずは、階級認定試合を3回プレイだ。
なんか緊張するね、こういうのね。ああ、やはり選べれますね。よし、OK。まあ、とりあえず、基本キャラで行きましょう。こんな感じですね。グレネードとメディキット。回復が使えますんでね。ノリノリじゃねえか。いいね、いいぞいいぞ。これ私ですね。さてと。ファイト。これはチームデスマッチになるのかな。嫌がったな、大好きだな。よし、暴れよう。よし、ちょっと一瞬遅延になったね。あそこにいる。うん、暴れよう。遅いんだよ。丸見え。あー、まずいぞ。食らってる。いてー。やられた。後ろを取られたな。さて、戦場に戻る。大好き、早いな。発見。よーし、オッケーオッケー。こねろこねろこねろ。切ったな、今。暴いよ。さよなら。一定の攻防だぞ。うん、落ちろ。鬱陶しいやろね。回復します。暴いよ。よし、ナイス、いいぞ、いい感じ。さて、敵はどこだ。後ろか。このね、視点移動がね、やっぱりちょっと難しいんだよね。そこだけだな。いろいろ考えないとね。だから、あの、設定画面で皆さん、ここら辺、いじってくださいね。あの、タンクがうっとしいな。まずい、まずい。ダブルタンクか、ちょっときつい。これやろ。あー、ありがとう。落ちろ。ナイス。いやー、あのタンクのね、スキルはやっぱ強いんだよね。いてー。さてさて、13対7だな。一応こちらが押してはいるが、これおそらく視点移動というか、以前ね、設定ちょっといじくったんですけど、また戻ってるな。うん、暴いよ。よし、OK。ターゲット発見。ちょっと待って。落ちろ。鬱陶しい野郎だな。ナイスシールド。いいぞ。この野郎。回復します。いいか。ちょっと待って。これはまずい。一時撤退。よし。この野郎。暴いよ。回復。よし、OK。もう一度戻る。鬱陶しい連中め。この野郎、遅いんだよ。よーし、いいぞ、いい感じ。敵はどこだ。発見。当たり。この野郎。うん、いやー、攻められるときついな。やっぱタンク強いな。よーし、23対12。 OK、 いい感じ。我々が押してるぞ。丸見えじゃん。このスナイパーはね、一発一発が強いからね、ヒットするともう致命傷ね。うん、この野郎、当たり。あ、来るな来るな。よし、さよならじゃ。ちょっと待って、回復。ふう、オッケー。鬱陶しいな。落ちろよ。よし、オッケー。28対18。いい感じ。お前だ、この野郎。よーし、暴いよ。オッケー。あー、見えねえ見えねえ。あー、ここ戦場ね。これはまずい。これは勝てん。絶対。あー、私を狙うな。よーし、オッケー。30対19。圧倒的勝利。ふー、オッケーだ。私、どうやら2位だね。すごいね。ランナーの子、1位の子ね。8人倒して3回死亡か。私、11人倒したんだね。結構活躍したでしょ。よーし、オッケー。シルバー3。あと2試合で階級ステージ終了ね。まあ、そこで確定するっていうことだ。よーし、いいぜ。
さて、あと2回だな。頑張っていこう。さてと、2試合目ですね。緊張するな。ちょっとね、視点移動、だけ、次修正しますね。さてさて、合計キル数すごいな。今の人すごいやり込んでますね。やっぱ大輔新キャラ出たばっかだから人気なんだろうな。よし、行くぜ。ファイト、ファイト。できるだけね、このタンクにね、くっついていくのがいいんですよ。やっぱりタンク強いからね。うん、ちょっと待て、これは、チームデスマッチじゃないな。うん、なんだこれは。うん、これはやったことないな。ちょっとルールが分かんないな。ゾーン B を占領した。うん、どういうこと。まあ、とりあえず倒せばいいんだな。あ、これも新しいやつですね。私これまだプレイしたことないからね、よく分かんないんだよな。ちょっと待て大好き、ちょっと待て。早くない？めちゃくちゃ早い。ちょっと待て。防衛とかってあるから、守ればいいんだよな。つまりな。よし、OK。ちょっとこれ、完全に私、足引っ張ってますね。この野郎！ふん！あばいよ。OK じゃ。よーし、OK。なるほど。とりあえず敵のところをどんどん行けばいいんだな。ということは誰かがそこ陣取ってないとダメなんじゃないか。投資早いな。切っちゃって、ナイス。この野郎落ちろ。素晴らしい。よーし、いいぞいいぞ、いい感じいい感じ。暴いよ。いいね、皆さん大活躍。よし、落ちろ。どこに行こうというのかな。暴いよ。よし、いいぞ。次は何をやったらいいんだ。次は、ちょっと待て、いるか。来たな、あそこだ。さあ来いよ。残る時間3分切った。そこだ。うん、よーし、オッケー。大好きか。いてー、後ろ。スナイパーだな。さてさて、さてさて。ちょっとまずいな。よし、行きましょう。なるほど。H.73。ちょっと待て。行くぜ。どんどん攻める。攻めの姿勢重要だからね。まあこっちが押してるんだからな、当然だ。これやろ。ナイス、オッケー、いいぜ。さあ次は、あー、痛い痛い痛い、後ろ。いやー、だから大輔足速いからさ、回り込まれるともうどうしようもないね。防衛オッケーだな。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て。こいつを倒す。大丈夫、この野郎。あばいよ。OK。うん、落ちろ。よーし、OK。甘いんだよ、この野郎。あと少し。いて、この野郎。落ちろ。よーし、OK。100取ればいいんだな。OK だ。勝利。ごめんね、ちょっと今回活躍できなかったな。最初困っちゃったね。5キルしかしてないな。うん。で、ちょっと待って。設定画面で操作だな。エイム感度。なんでこんなに低くなってんの？ダッシュ感度、標準加速。よし、OK。これでちょっとやってみましょう。さてと、やはり旗取り合戦ですね。で、これに関して言うとね、やっぱりタンク使った方がいいと思うんだよね。あー、でもみんなタンクか？あー、タンク誰もいないな。
タンク選んだが、どうしようかな。迷うな。今私タンクにした？タンクだな。オッケーオッケー。よーし、行くぜ。で、感度だいぶ上がりましたね。よし、オッケー。だが、タンクは足が遅いからな。そこだけだね。だから、常に誰かに、機動力のある方に守ってもらうような感じにしないとね。そろそろ出るな。だろうな。よし、いいぜ。よし、まずはね、もう敵陣に突っ込むぐらいの覚悟をね、持った方がいいんですよ。よし、オッケー。で、旗を取って、で、そっから誰かさんが守ってくれるのをね、信じるしかないね。オッケー。はい、守ってくれ。遅いな。遅い、遅い。すんごい遅い。ノロノロ。いってぇ。ナイスキル！ああ、死んでしまう！守って！ああ、守ってくれんかったな。でね、この旗取り合戦に関しては本当にチームプレイなんですよね。ちゃんとそこら辺をね、理解してる方がチームにいないとほぼ勝てませんね。誰もこれ攻めてないんじゃないかな。さっきの感じ見ると、ちょっとこの野郎、さっきの感じを見る感じ、なんか守ってくれてるような感じはしねえな。攻めないもんね。あー、後ろにいるね。前にもいる。この野郎、うっとうしいな。よし、あー、まだいる、まだいる。あー、攻めが弱い、攻めが弱っちいな。うん、そう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 。だからこんな感じでチームでね、攻めないとダメなんですよ。旗取り合戦は守るゲームじゃないんで。よし、旗取った。エスコート。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、ちょっと待って。何、落としたんだ。まあしょうがないね。あとは味方にね、ボットがいるともうその時点でアウトですね。もうそれはしょうがねえな。あー、まずいねこれ。あー、やられたな。私はね、この旗取り本当苦手なんですよね。で、チームにね、やっぱりその詳しい人がいるとね、一気に勝率上がるんですけど、さっきの私みたいに知らない人ばっかだともうね、勝てないんですよね。もう一人でどうあがいても無理なので。さて、行きましょう。チームで攻めるぞ。それでいい、それでいい。オッケー。ちょっとし、侍やろうか。うっとうしいな。やつのスキル、ほんとうっとうしいな。落ちろ。何、相打ちか。いやー、まずいな。やっぱりタンク使わない方が良かったかな。どうなんだろうな。あー、まずいね、まずいね。よーしょ。素晴らしい。それでいい。あー、スナイ、ちょ、ジェットか。回復したい。なんとか旗取りたいな。この野郎！一瞬で死んだな。まずいな。負けてしまうぞ。これまたランク下がっちゃうんじゃないかな。
まずいね。だからね、本当はね、タンクが一人ここね、陣取っとるといいんですよ。で、4人で攻めるっていう感じにするとね、バランスがいいんですけど。現状そういうね、フレンド機能とかが実装されてないから、どうしてもね、その、会話っていうかそういうのが取れないんだよね。うわぁ！なんでこいつらこんなに。めちゃ連携してますね。こら勝てんわ。うん。勝てませんね。こら無理だな。どう考えてもな。さてと、負けてしまった。次の階級に配置された、シルバー2ですね。はい、OK でーす。という感じでランクが確定するみたいですね。で、こっから、まあ、これを基礎にして、どんどんね、試合に挑戦していく感じになるのかな。さて、じゃあ今回は大輔選択してみましょう。いやー、私ね、正直活躍できるか不明ですね。大丈夫かな？これかっこいいね。だから課金するとああいうね、いろんなスキンが手に入るんですよね。さてさて。ファイト！行きましょう。これまた占領のやつだな。オッケーオッケーオッケー。よーし。次は B を行くぞ。ここで待ってないとダメなんだね。つまりね。ちょっと！これまずい。しまった。あー、ダメだな。もうヘルスが全くないからね。集団で来られるともう全然ダメだな。なるほど。一定時間そこにいないとダメなんだな。オッケーオッケー。落とす！よーし。やることは分かった。さて、おめえの、うん、ナイス！落とすぞ。死守しながら次の陣地を取るっていう感じだな。よし、オッケー。ナイス。私も到着。ちょっと待って、どこ？落ちる、大輔。よーし。次、A 行くぞ。A に向かう。スキルを使わせない。うん、うさり。切った。ああ、ダメ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 。ダメ。やっぱ視点移動が難しいな。その、大輔の、切るスキルを使うと、180度を真後ろ向かないとダメだからね。それが難しいね。やっぱ慣れがいるな。何をやっている。武器を切り替える。この野郎、うん、落ちろこの野郎。 OK。 ふう、次はまずいな。私が占拠する。よーし。あそこが来るんじゃねえぞ、おめえ。来るな！落ちろ！よし、オッケー。ふぅ！いいぜ。さて、次は。よーし、オッケーじゃ。ちょっと待て、回収。回収！来るんじゃねえ！うん、スキルは使わせん！うさり！よーし。移動が難しい。落ちろ。見えねえ、どこにいる。そこが。よし。ふう。あ、痛い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 。さて。よし。オッケー、占領。よーし、いいぜいいぜいいぜ。ちょっと痛い痛い痛い。大丈夫。うん。来るんじゃねえ。そこか。よーし、ナイス。いいぞいいぞ。チームの勝利。そこだー。この野郎、うさい。どうだ。うん。あー、くそ。
いいね。楽しいね、これね。よーし、オッケー。B も取られ、いや、B は今占領中ね。オッケーオッケー。私が行こう。この野郎、この野郎。くそ。よーし、スキルは出さねん。この野郎、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 当たれよ。当たるよ。よーし、オッケー。よし、A 地点に向かう。この野郎、さっきはよくもやってくれたな。よーし、うさん、このスキル使った後のね、向きを変えるのも難しい。よーし、OK、占領する。よーし、たまれたまれ。あ、まずい。よーし、OK、勝利。いいね、素晴らしいではないか。よーし、オッケー。今回頑張った。ふぅ、オッケーだ。と、まあ、こういう感じですね。いやー、面白いですね。これ、ぜひ皆さんもプレイしてみてくださいね。きっと楽しめると思いますよ。でね、フレンド機能が拡充されるとね、もっと楽しめると思うんだけどね。で、これまでのシャドウガンってフレンド機能はありますから、なのでね、確実に実装はされると思いますね。はい。おそらく次のシーズン3とかでね、新キャラとかまたそういうのがね、追加されると思いますね。はい。ではね、本日の動画は以上になります。今回の動画がね、少しでも楽しかったよという方いらっしゃれば、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。その他ゲーム実況ですね、ツイッターの方にも日々アップしておりますので、こちらの方もね、チェックしていただけると大変嬉しいです。そんじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。あばよっ。